マサチューセッツ州セーラム海洋国定史跡で、カリフォルニア州マンザナー強制収容所跡、アメリカ合衆国国立史跡は、アメリカ合衆国政府が指定した自国の重要な史跡、または遺跡である。また、アメリカ合衆国国立歴史公園は、通常一つまたは、複数の国立史跡を含む場所を公園としたもので、ある。 双方ともアメリカ合衆国国立公園局が管理している。2015年現在、国立史跡も国立歴史公園もすべてアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録されていて、そのうち重要なものはアメリカ合衆国国定歴史建造物となっている。1966年10月15日の時点で NHP 及び NHS を含む NPS 内のすべての歴史的地域は国家歴史登録罪に自動的にリストされる。また約9万の NRHP サイトがあり、その大部分は NPS によって所有も管理もされていない。これらのうち約2500が国定歴史建造物サイトとして最高のステータスに指定されている。アメリカ合衆国国立史跡は 連邦政府が所有する土地に設立されている。1937年の国立史跡法に期限があり、はじめはアメリカ合衆国内務長官がいくつかを指定していた。1937年にマサチューセッツ州セーラムが初めて正式に国立史跡に指定された。2015年現在、国定史跡は90ある。プーホネアオホナウナウ。 国立歴史公園独立記念国立歴史公園にある自由の鐘アメリカ合衆国国立歴史公園は国立史跡を含む場所を公園として公開しているものである。2015年現在国立歴史公園は50ある。ディストオブナショナルヒストリックランドマークスバイステイトナショナルパークサービス米国の国立公園年表アメリカの国立歴史公園イマップ ありがとうございます。